内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都からいつもは生放送でお送りする30分なんですけれども、今日はですね、録音放送となっております。というのはもう毎年恒例となっておりますね、アメリカカンザスで開催されますジャパンフェスティバルに、出演させていただくということで、ただいま私はおそらくというかもういないとダメなんですけどね、アメリカのカンザスの方におります。はい、ジャパンフェスティバル歌ってきますよ。まあ、10月のね、現地時間で7日なんですけれども、でその前に新曲の打ち合わせということで、アメリカのあのブランソンという街でいつもレコーディングしている街なんですけれども、そちらの方にも次のアルバムというても、6月にあやちゃんアルバム出したばっかりやんっていう声が聞こえそうですけれどもね、新しいアルバムを出したらもうその次のアルバムの制作にもね、実は取り掛かってるんですよそうなんですよ。ということで、まあそこら辺の様子は私のブログの方で、内田のブログの方でご覧いただけたらと思うんですけれども、今日はですね、もういつもアメリカに行ってる時に恒例になっております内田やメロディーをお送りしていきたいと思います。今週はですね、あのまあ6月にねリリースいたしましたニューアルバムハッピーティアーズからいろいろ曲を私の解説好きでお届けしていきたいと思いますので、ゆっくり楽しんでいただけたらと思いますので、どうぞこの後6時まで内田彩とお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。辛い足元の冷え、キルガン万浴 BS ファインのレッグウォーマーはただふくらはぎにつけるだけで足湯のようにじんわりじわじわ温める。サンプル付き無料商品カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田彩アルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J Country KBS 京都からお送りしています。さあ今週は内田彩メロディーということでですね、ニューアルバムハッピーティアーズからお送りしていきたいんですけれども、今回のねこのニューアルバムハッピーティアーズはね、内田彩始まって以来のあのバラード特集になってるんですよ。バラードな一枚だから結構ゆっくりたっぷりじっくり楽しんでいただける一枚なんですけれども、最初にねご紹介する曲はバラード、ゆうたのにバラードじゃない曲から始めたいと思います。そう、まあこのねバラードの中でもちょっと唯一テンポ感のある曲が幸せのお裾分けという曲なんですけれども、まあ私ね全部作詞をしているんですけども、作曲はねギターのジョー山中さんでございますけれども、この曲はまあお裾分けってなんかいい言葉やなと感じたことがあって、でその中でいろんなねまあ物でも何でもなんかこう嬉しいことがあったりしたら、それをみんなでちょっとでもこう共有できたりプレゼントできたり、まあ、そんな中でなんかあお裾分けできたらいいな、みんながこう嬉しいこととか幸せなことがあったらそれをどんどん周りの方にお裾分けしていって、それがどん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 広がっていったらいいなと思って、そんな思いから、この曲作詞いたしました。なんかちょっとこうハッピーな気分に、ね、なっていただけたらなと思います。それではまず1曲お聴きいただきましょう。内田彩で幸せのお裾分け。
あなたの体を冷え疲れから守るキルガン万浴 BS ファイン。いよいよ10月に入りまして、もうね秋の気配がどん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 と近づいてきてますけれども、それに伴って冷える日というか、まあもうだいぶね涼しくなってきましたよね。もちろんね、まあ、ちょっと暖かいかなっていう日もあるんですけども、やっぱりまあ、これからどん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 寒くなっていく季節なんですよね。そんな中でも私この BS ファインいつも温めていただいてます。まあ、その中でもねいろんな商品があって、私のお気に入りの商品もね多々あるんですけれども、今日はどの商品の話が聞けるのか楽しみなんです。今日もお電話がつながっております。カモ繊維株式会社代表取締役角野光俊さんです。もしもし。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、随分夕暮れが早くなってきましたね。そうです、もう10月ですからね。早いですね。10月になってきますとね、はい、京都ってホテルは全く取れないんですね。あ、そうです、もう紅葉のシーズン、やばいですね。はい、これね、ですからなかなか京都に行けなくなってしまうんですけどまたお待ちしてます。はい、で本当に朝夕が寒くなってきましたよね。はい、もう冷えます。前回はウエストオーマー花巻をご紹介したんですが、はい、この時期に女性にぜひ試していただきたいのがですね、はい、肩袋の、ウエストオーマーと同じ生地でできた腹巻き付き五分丈スパッツという商品なんですね。もう私の大のお気に入りの商品の一つですね。これ ありがとうございます。日々愛用してますね。でやはりお腹を温めることが最も重要なんですね。はい、でよく免疫力は腸で作られるとかいろんな話があるんですけども、そうですね、腸お腹を温めるとやっぱり体調が違うという方も多いんですけども、でところがですね、はい、内田さん、人体の筋肉、人の筋肉っていうのは、はい、下半身に何パーセントぐらいあると思います？筋肉ってまあ全身にある中で、そうです、半分ぐらいですかね。そうです、もう少し多くて 70% が下半身についてるんですね。結構あるんですね、下半身に。というのはやはり心臓がありますから、はいはい、一番指先の血液を心臓まで戻さないとダメですよね。そっかそっか、足の下まで。そうですね、そうなんです、血いきますもんね。だから、うん、筋肉はある意味では第二の、まあ、ふくらはぎはよく第二の心臓と言われる方が多いですよね。そうです、よく聞きますね。で手をパッと開いて見ていただいて、はい、手をグーをして、はい、パッと開くとですね、はい、白いところが赤くなってきますね。赤くなりました。面白いぐらいに赤くなってきました、ね。はい、でこれって屈伸運動することによって、はい、血行を良くしていくんですね。おですからウォーキングをしたり、はい、それから簡単な屈伸運動、ストレッチをすると、はい、いいよって言われるのは、うん、すなわちその時に血液の流れを良くしていって代謝が良くなってくるんですね。なるほど。で一番こう下半身で筋肉が多い箇所ってどこだと思います？下半身で一番多いところ、はい、太ももが一番太いから太ももとかですか？いやそんなことない実はね、はい、皆さん、まあ、太ももとか思われる、実はお尻に一番筋肉ついてるんですね。お尻なんですね。そうなんです。あ、そっか。ですから歩けば、はい、ふくらはぎ、太もも、お尻の筋肉が全部動くわけですね。はいはいはい、だから最もいい運動になるわけです。なるほど。だからウォーキング、うん、そうです、年配の方よくウォーキングされてますよね。はい、あれ一番の健康法ですからね。あ、そっか。はい、で私温泉によく行くんですけども、はい、やっぱり70代80代の方と一緒にお風呂に入ってると、はい、お尻がすごく痩せてる方って多いですよね。あ、確かに一緒に銭湯とか行くとそうかもしれません。お尻痩せてらっしゃる方、加齢とともにどうしても筋肉が落ちてくるので、その時一番多い筋肉、お尻、下半身のお尻が、あ、そうなんですね、痩せてきてるんですね。そういうことか。で、どうしても年配の方って体温が低くて、はい、夏でも寒いっていう方がおられるのは、そうですね、そういったところに理由があるみたいなんですね。なるほど、筋肉が減るから。そうです。あ、だから筋肉量によって、はい、実は筋肉は熱量を生み出すので、はい、ですからこう運動するとだん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 体がポカポカしてきますよね。はい、うんうんうん、それってそういうことなんですよね。なるほど。じゃあその部分を温めるっていうことはすごく大切なことなんですよね。で
女性の場合はですね、はい、もう絶対にお腹を温めることが必須なんですけれども、そうですね、お腹冷やしたらダメです、女性特に、そうです。でふくらはぎでスカートとか履かれることが多い方は、はい、どうしてもふくらはぎが冷えてしまうわけですね、はい、そうですね、足出てますもんね、そうです、でその時にあの BS ファインの腹巻き付きのゴブ丈スパッツを履いていただくと、はい、膝上からずっとお腹の下、胸の下までじわっと暖かくなってくるんですね。この腹巻き付きゴブ丈スパッツ、本当に胸の下のところまで丈があるので、はい、この膝の上から、まさに今おっしゃった通り膝の上から胸の下までが暖かい、そうなんです、温まる、でお尻とそれから太もも、はい、筋肉の多いところが温まるので、で本当にあの BS ファインっていうのは生地が発熱しないんですが、はい、体が温まるので体の内側から温まるような感じなんですね。そうなんですよ、 BS ファインはね、あの蒸れない、そうなんです、もうそれ自身は暑くても脱ぎたいとかいうのはね時々ありますけど、そういうものじゃないので本当に体の芯の方がじんわりあったかくなってくる、不思議なんですよね。ですから歩いていただくと、実は足がちょっと軽やかな感じがしてくると思うんですね。足取り軽くなります、BS ファインつけてると、ですからより運動がしやすくなるので、あのこう体の冷え方が全く違うと思います。私これいつも実は衣装の下につけてるんです、はい、もう衣装を着るとき私ね、大体ワンピースだとかスカートが短かったりして足がね、冷えるんですよ。でも本当にこの BS ファインの特にこの腹巻き付きゴブ丈スパッツ、これを衣装の下に着るようになって、まあ、冬場とかでもね、ワンピースとかでも歌ったりするんですけど、冷えが全く違うようになりました。そうですよね、あの本当にあのどんどん暑くなるというよりは、はい、ぬくもりに包まれているような感じで、そうですそうです、冷え方が違うんですね。違います。で、もちろんあのライブとかで汗かくんですけど蒸れないので、はい、そうです、めっちゃいいんですよこれ、もう熱唱されますだからこの10月になり朝が本当に寒くなって、これから冬に向かう季節ですね、はい、まだ冬の暖かいものはちょっと早い、そういった時につけていただくと随分違うと思いますし、はい、これもあの夜つけていただくとね、いいですね、夜もいいですね、多分本当に朝までポカポカしてぐっすり、あのお休みいただけると思います。もう本当にあのまあ睡眠時もだし、そうやってあの外出時のねスカートの下とか、私これ結構ジーパンの下とかでも履いたりします、はい、そうですね、はい、本当に薄いので何でも重ねられますので、はい、ぜひ皆さんにおすすめしたいと思います、だからあのご旅行の時とかね、そういった時 もいいですね、ぴったりだと思います。すぐ乾くので洗濯も毎日できるので、はい、おすすめですね。これちなみにピンク、ベージュ、グレー、ブラックの3色ありまして、サイズの方はですね M サイズ、L サイズの、2パターンございます。お値段は税込み7560円となっております。本当にこれおすすめです。私のおすすめ、おすすめマークのなんか反抗したいファンフレットに。お値段は、はい、あの BS ファインどうしてもお値段高いんですけども、はい、これ多分あの冷えとか疲れで お悩みの女性の方つけていただくと、価値あります、随分違うと思いますので、実感していただけます、ぜひ試していただきたいです、はい、こちらですね、いろんな商品が、まあ、もちろんあのスパッツだけではなくてですね、ウエストウォーマーだとかもうレッグウォーマーもいろんな商品、メンズもレディースもございます、こちらの商品が載っている無料の商品カタログがありますので、ぜひ皆さん一度お問い合わせください、こちらご請求いただきますと、サンプルリストバンド、 BS ファインの、ね、サンプルリストバンドを1枚セットでお送りいただけます、電話番号申し上げます。 0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。今秋の温活キャンペーンも実施中ということですので、はい、インターネットの方でもね見ていただけます。 BS ファイン調べてみてください。よろしくお願いいたします。ということで今週もお話をお伺いいたしましたのは、カモ繊維株式会社代表取締役の門野光俊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。内田やJ Country KBS 京都からお送りしています。KBS 京都ラジオから今週は録音放送でお送りしております内田彩 J カントリー。ここからも引き続きですね、内田彩メロデーということで、
ニューアルバムハッピーティアーズ収録曲をねお送りしてるんですけれども、次の曲はですね、あの今 KBS 京都テレビの親かまっさんでお天気コーナーのテーマソングとしてもね流れている曲なんですけれども、結構耳にしていただいている方多いんじゃないかなと思います。初恋という曲なんですけれども、この曲はねサクスフォンがもうすごくメロディアスにドラマティックに仕上げていただいておりまして、もうイントロからねおおって私はもうちょっと聞いていいなって思った曲でもあるんですけれども、初恋というタイトルで、皆さんの初恋はどんな感じでした？大体ね初恋って叶わなかったり、まあこう淡い思い出でいい感じの思い出だけで終わってたりね、でまあちょっとこうハッピーな流れになってても、まあ大体初恋でそのまんま降臨した方って本当に一握りだと思うので、なんか初恋っていうのは最初にね自分が恋した中でのいい思い出、叶わなかったけどなんか切ない素敵な部分だけがこう残ってるような、そんなもんなんじゃないかなと思って、まあ、そんな気持ちを持ちながら、書いた曲です。ぜひ皆さんの初恋のことをね、相手でもいいですし、まあ、その時のことをいろいろ思い浮かべながら、聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは聞いてください。内田彩で初恋。信号も青だったなら君に会えるとか考えてみたなり、何が恋だとか愛だとか
内田彩Jカントリー KBS 京都からお送りしています。辛いお腹の冷え、キル岩盤浴 BS ファインのウエストウォーマーはただつけるだけで岩盤浴のようにお腹を温め、朝までぐっすり眠れます。サンプル付き無料カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩Jカントリー KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J カントリー。今週は録音放送ということで内田彩メロでお送りいたしましたけれども、今日ね聴いていただいたアルバムハッピーティアーズ、いろんなとこでゲットしていただけます。あの Amazon、iTunes、 あとね店頭だと大垣書店、イオンモール京都店、あと十字屋三条本店さんでも買っていただけますので、アルバムですけど1000円でございますので、よかったらぜひ皆さん聞いてみてくださいね。うん、よろしくお願いいたします。さあ、内田彩のライブいろいろ決まっております。アメリカから帰ってきてすぐですね、まず最初はね10月15日日曜日、京都のね福知山市の方なんですよ。福知山市の大江町気原、あの日本の棚田百選の一つに選ばれておりますね、気原の棚田。はい、そこにありますイタリアンレストランオズの屋内バンケットで夕方5時頃から入場無料で、ライブさせていただきますので、他の出演者さんもねいらっしゃいますので、ぜひ遊びにいらしてください。そしてワンマンライブのツアーも決定しております。10月の27日金曜日、6時半オープン、7時スタートで、シルバーウィングス、あの八坂神社とか千代院さんの向かいぐらいですね、京都の、はい、シルバーウィングスさんで7時スタートでライブさせていただきます。電話予約、メール予約の方は2000円、当日受付2500円、ドリンク代別途600円となっております。電話番号、予約のね電話番号言っておきますね、075-204-9966、075-204-9966でございます。ぜひお電話ください、待ってますね。そして大阪はですね11月の3日金曜日の祝日、5時半オープン、6時スタート、会場は雲州堂、北浜の駅近くになっております、雲州堂さんです。もう蔵でねすごいいい感じの雰囲気で聞いていただきますよ、ここ。電話予約の方は2000円、メール予約の方も2000円、当日受付は2500円、ドリンク代別途500円となっております。予約の電話番号言ってきますね、06-6361-3903、 06-6361-3903でございます。お待ちしております。聞き取れへん方、分からへんわいう方はですね、私のブログ、ホームページ、 Facebook と見ていただけたら載っておりますので、内田彩、彩をひらがなでね検索してください。ブログにはアメリカの様子も毎日たっぷり載せておりますので、ぜひお肉食べてんのかな、何してんのかなって覗いていただけたら嬉しいです。よかったらコメントもねしてくださいね、待ってます。ということでですね、今週も内田彩メロでお届けしたんですけれども、来週もまたいろいろ楽曲お届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた来週夕方5時30分にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン、カモ繊維の提供でお送りしました。